この。<laughs> トツです本日は東京リベンジャーズ、えー、こちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします、えー。というわけでね、東京リベンジャーズをご覧の皆さん、お久しぶりでございます。再びね、2、え、期、ー、がやってきたということで、えー、今回もね、えー、リアクションさせていただきたいと思います。えー、今回はね、えー、前回のラスト2021年の9月から、まあ、1年半ぶりくらいかな。ついにあの続きが見れるっていうことでね、まあ、本当に楽しみにしていました。思い返せば前回のラストね、あの、キサキがさ、もう謎の言葉を竹道に残して終わった 終わわったわけですよお前のヒーローじゃねえからってね。まあ、突っ込んでいたと思うんだけど、あれが結局どういう意味なのか。お前マイキーが好きだったんじゃないのっていうね。ただには、まあ、地笛がね、隣で撃たれてしまってるっていうのもあって、で、竹道も銃口を向けられてるし、なんとかしてあの場をね、切り抜けなきゃいけないっていう状況でした。竹道一人では、やっぱどうにかできるっていう状況じゃなさそうだし、まあ、そうなってくると、まあ、期待できるのは、ナオとあとは、 ねにに来てててななななかかかっっったた三くくくんんとと、ね、そこら辺がちょっと助けけれれるみみい,いいいい感じばだけどど一体どうなっていくのか楽しみですまあ、過去の方ではね、もうすでに当漫の一番体隊,隊長にもなってるし、しかもその下にね、まあ今死んでしまっている、まあ千冬が入ってっていうのもあってさ、バジさんの思いを引き継いでこれから頑張っていく流れっていうのも見れるだろうし、まずは今の状況をね、えー、また変えるためにも戻らなきゃってとこですよ。またどんなこんなにね、竹道が立ち向かっていくのかを、まあ皆さんとね、えー、見守ってお 応援していきたいと思いますでは早速ですけれども本編の方行ってみましょう、えー、皆さんもおしたものもしかビデオンドを使って一緒に楽しみください簡単なごなしさま本編スタートですよろしくさあ来ましたよ通り目です <laughs> あーここからだいや もう地符ね、やられた後だね。いやけど、そうは言うけど、その後にさ、木崎泣くでしょんなんだろうね。うーん。ああ、地符。いやー、これ誰か助けに来るよな。 うーん。これ。うん。いや、だからお前がヒーローじゃないって、前も言ったけど、ああ、誰か電気消したのか助けに来てくれた人いるじゃん。え、誰うん。助かったんだね。うん うん。竹道。あれ髪型がなんか、え変わってないあ、けど服一緒か。うん。あ、外うん。ああ。やっぱ今だね。うん。いや、だから誰か救ってくれたんでしょう誰かいないのあうん誰えマイキー 誰この髪の長さはえバージ君はないでしょさすがに。誰聖夜結成。さあ、来ました。いや、誰誰なあ、カズトラカズトラでしょこの金のあれ。あ、音するわ、あの、耳の。マジかああ、そうか。こっちの世界だと。 もう出所してるんだ。あははは、すげえ。カツトラが。カツトラが助けてくれたの。いやー、しかも髪型がなんか、バジさんみたいな。あー、ええいや、ちょっとどういうことんなんでなんでボコボコ ああ、今のあれかな当満の姿とかに対して不満というか。えなんだろううん。うん。うーんやっぱりああいやー 腐敗してるっぽいもんね。あの最高幹部のさ、見ててもメンツ。あいつゆちふゆんあ、出所した時かな。え、ふゆ代わりなのか来てるのかああ、来てるっぽい。えー、あんなことがあったのに ばあ、わあ、地 <laughs> 獄<千冬>。<laughs> いや、この二人が、ああ、協力し合ってたのか。わあ、<laughs> だから、竹道がなー、多分、あれな、うん一人。 もう、負ける。この竹道は攻めれないなあ。うん。それが辛いよね。戻ってきたときとさ、過去に行ってたときの間のさ、そう。うん。うん。うん。ん、そう、死刑囚ね。 いやーだから、マイキーが来たのかなって思ったけどね、一瞬、タケミチのことだから。うーん。いやーけど、こんなんじゃないよね。やっぱ、じさんみたい。後ろ姿。 いやー、その、バジさんとかがこれ見たら。うん。うん。<laughs> ああバジさんの名前出てくる <laughs> やばいいや涙出てきちゃう、こんなのいきなり。<laughs> うん、バジが提案してきたんだもんね、トーマー。で、きっかけは、このね、カズトラ、そのブラックドラゴン、今の幹部にいるけど。うん。あは竹道。<laughs> やばい。やばい、最初から。うん。いやなんとかしねえと。 いやはカストラ <laughs> ああ、熱す, <laughs> すげえなーこの展開。うん。えなんだうん、それねそこよ。うん。いやーなんか、ムッとされてる。 戻った時にバーって入ってくればいいんだけどね。マイキーえマイキーキサキじゃなくて。えいやけど後ろにあれなんじゃないのキサキが、うん。うん。そこ。あ会議に来てなかったよね えー、もう死んじゃってんのかな誰んんそうか。うん。えー、えー、ええー、うわぁ提案が パーチの上にもたれかかってのを守ろうとしたのかな。わあ、あの友情。ええー？どういうこと？ええー？嘘でしょ？うん。え、マイキー？ うん。あああれだおうん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 。うわーおう <laughs> やるっきゃねえよ <laughs> やるっきゃねえよいや、カストラー 大活躍じゃねこっから。うん。うん。うん。昔トラブった相手なんだろうね。うん。そう、それ。あ、ああじゃああれなんだ。うん。今の人たちじゃないんだ。うん。 なんかフロント企業だなんだ言ってたもんねほうう,ーんうん決着うーんうん頑張ってたんだね千冬はずーっと追い詰めてた ああ、じゃあ、あともう少しだったのかな、木先。うん。えナオトじゃないのおーナオトやん。え表情が。うん。いや動いてたんだ、こっちも。そんなメンツで。 あっくんあっくんだねうーん。それあれだよね前のおキキ、うん、木先。んどういうことあ、変わってるんだねそういうことだ。あそこにハンマーいたけどね。 ほううん。うーん。せいだった。うん、あっああナートかなじゃないのえ誰 誰だうん。あナあナオトだうーん。いや、これで戻ろうと思えば戻れるね。あれができたじゃん。うーん。一安心。おーしあとはこっから、え手錠どういうこと ええ殺人教座何いやカズトラも知らないんだ。どういうことえ <laughs> 何さあ、来たよ。なんだこれ。ああ、もうあれか、警察署なんか。ああ、地笛。 うん。隠し撮りうん。あ、竹道か竹道かな頭下げて。ええ誰うん。竹道これかえこれ竹道なのめっちゃ悪そう。おー やっぱそうなんだ。え、別人見て。<laughs> いやー、こんな竹道の下にいたの辛かっただろうな千冬も。うん。うん。そういうことだね。うん。こう警察じゃない時もあるのかな ははい、はいめっちゃ悪いやつになってたうーんいやヒナはどうやってもなかなか救えんねうんうん捕まえようとうん 立場上何なのあ、まあ、ここになんかあるのかうんえもしかして三ツ矢やっちゃってるとかないよねうんえ三ツ矢くんじゃないねきっとああ ああ、やっぱりひないや、ひな, <laughs> ひなだうわーええー、うわーああそう、結婚してるんだよね。うわあええー、あっくー いやー、で、何も知らずにあれだ。命令出して、ヒナ殺させちゃったんだ。うーん。えー、心してあー知ったんじゃないヒナだったって。だから荒れてんじゃないのうーん、はめられた。 うわあふふふわやべえやべえ、とうとう自分でやっちゃったよ。まあ、間接的だけど。<laughs> こんなのいきなり言われたらやだ <laughs> あえー、もしかして竹道のことを思ってかな わあ。わあ。うわあ。あっくんもひなも自分の。あっ。まあ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 、こうなるよね。ああ、大丈夫。うーん。やばすぎるって。きさっき。 なんでそんな殺したいの木先は。ああ、竹道に固執してるからヒナをってことなのかな大事な相手だし。んーいやー、変わったよ。変わった。うん、うん <laughs> うん。まあ、悪くなってる部分もある,くあるけど。 いやけど、ドラケンとかはほら、助かってるとかあるじゃん。うん、バジ君。うん。ま、けど、バジ君はもともと、最初のね、あれでも。しかも死に方はもう前より良くなったでしょ、バジ君。 いや、確かにしんどいよな。ああうんなおね。うん。うんドラケンうん。ああ、誰もいなかった。 うん。やばい <laughs> 頑張れ竹道あもう諦めきれんだろう。ひなも、みんなも。ん今のはえなんだ今のうん。うん、前回ね。 いやーだから本気でトップ目指せばいいってことか戻って <laughs> やばい <laughs> えわざとうんうん なんでうん。それってえお姉さんも執着ってことなのうん、まあ、そこはね、前回。んなんだうん。 ああ、なんかあれかな。ああ、そういうことか。ああ、じゃあもうあれじゃない握手じゃないここで。わあ、行かないと。うん。いや、また行った先がどうなってるかね。いつも。いろいろあるじゃん。女の子いたりさ。とりあえず何すればいいんだ 過去に何があったのか。うん。ああ、握手した。いや、頑張れたけみち。ああ、地笛。うーん。いや次戻ってきたときどうなってんのかな。うん。 うん。ひな。<laughs> かっこいい。えあ、ボーリングあ、ここに来たのあ、デート中じゃん。うん。あ、てかひながいる。<laughs> 元気なひなちゃんがいる。いや、泣いちゃわないぎゅっとかしないのうんじゃなくて。状況飲み込めないか。 うーん、かわいい。<laughs> いや、なるよね。<laughs> いや、なるよ。<laughs> あ頑張れ。<laughs> かわいすぎだろ。<laughs> えいって、<laughs> えって何 <laughs> もうちょっと両手でも勢いないとな。<laughs> ええー、そうなんだ。 おお、<laughs> すごいえ、<laughs> 一番体やってて <laughs>。おお、うん。いや、できんのかおお、ターキー中。おお、なんだ念というか、なんかオーラが。あ、フォース、ジェダイなのね。<laughs> おお。えあ、誰かいた。 んあ、あの模様は当漫の人かえ、どうだったかななんか痛気すんだけど、おおなんかいる、女の子。あ東漫の人だよね。名前は多分出てきてないんじゃないかな、まだ。いや、誰かの口からは出てきたかもしれないけど、 こうやってがっつり描かれるの初めてじゃないえ今の人が何なのああ、で、これはオープニングか。ああ、今のカツトラああ、で、あの女の子もなんかあんのかなあーあー、違うよ。<laughs> ああ、ペヤング。<laughs> ああ。あ、やっぱそうだよね。 ああ。えん誰ださっきの教会にいたのカズトラじゃないか誰だ今の。ああ、ひな。ああ、なんかけど歌すげえいいね。なんか合ってる気がするわ。ああ、また同じ人たち。ホワイトノイズ。 いや、木崎と、だから、竹道の接点は何なんだろう。ああやばいわあやばあすげえあー、声震えちゃう、ちょっとやばい今のはね、もうバックしてくるのやばいね、いろいろ。うわー 一瞬で涙出てきちゃった。もう、だって刺されるシーンあったじゃん。カズトラの。はい、というわけでね、えー、今回通り出が始まってリアクションさせていただいたんですけど、もう最初から面白いね。もう前回がすげえいいところで終わってたからさ、まあ、今回も食い入るように見させてもらったんだけど、まさか助けに来るのがね、まずカズトラくんっていうところから熱いし。で、そこからのまたどん底というか、自分の手でね、あっくん使って、 ひなちゃんを殺してるっていう。 それでもさナオトはさあ,あやってさまあ理解示して抱きしめてくれて握手してまあ過去に送ってくれるわけじゃんそれ考えたらね滝道も頑張らないといかんでしょうそれこそさっきドラケンとかねバジ君とかいろいろ出てきてたけど、まあ、そういう人たちの思いもあるわけであとはまあ過去に行って本当何をすればいいのかそのヒナとかそのキサキとかの話あったけどさらにさっきのボウリングだよなエンディングにもあんだけさっきのキャラクターの人出てきてるし今回のお話 中ではメインキャラクターにななっっててくるってことなんだろうねひなを救う当卍のトップになるそして、まあ、今回のね出来事に対する対処この辺がどうなっていくのかっていうのをまた皆さんとね楽しく見ていきたいと思いますというわけで初回からもうグッとくるところいっぱいあったんですけど皆さん今回のエピソードに対する感想だったり僕の役者に対するコメントお待ちしております以上動画バししバイバイ